シューちゃんラーメンって何でシューちゃんラーメンなんですか。主人がシュー道です。ああ、じゃあもともと旦那さんと2人で、うん、でコロナに入って、うん、テレビですごく言ってたんですよ、あの肺疾患のある人は特に気をつけてください。はいはい。それで主人がもう堂々と、あ、私は明日から出る。あ、お現在なんですね。お現在なんです。あ、よかった。これ寂しい話になる展開かなと思って。そうですよ。じゃあいいじゃないですか。でもお酒飲むの一人で怪しいです。じゃあ奥さん一人で働かれてるんですか。そうですよ、この3年間。いやもうコロナでね、お客さんが半分になってひどいかったから、うん、あの一人でできるんです。何時から何時までやってるんですか。一応7時半から夜の、はい、1時まで。昼間はやらないですか。昼間はやらないですか。あ、無理ですね、寝てます。夜のが炭酸があるんですよね、じゃあ、うん、こっちこんな地味なところ。いや、いいんですよ、これがいいんですよ。めちゃくちゃいいですよ。 YouTube よく見るから寝不足ですよ。寝る、あ、何見るんですか。いろいろ、例えば中田敦から入って、意外とインテリから塾、でも秋でそう、次お金のことのなんかありますよね。ライオンのマーク、あ、ね、あー、ミラルアーツ大学、それから健康の方すごいですね、テレビ回りにしてますよ、もう YouTube 主人公ファミリオスの、そうなんか本当にいい店だ。その土地のお店に行くってすごくいいですね。うん、ここラーメン値上げしないんですか。これでも50円値上げして50円なんて、かわいいな。お客さんに言われました、もっと上げて上げていいですよ。650円、なんか650円、700円の方がキリがいいじゃない。そうそう、計算しやすいしね。セブンで、そうよね、お釣り率高いですよね。値上げしようかな。いいじゃないですか、ね、しましょうよ、ね、700円にしましょう。はい、ありがとうございます。そんな感じ気持ち、めっちゃいいと思います。めっちゃ僕らのやつから値上げしていいっすよ。いいっすよ、いいっすよ、本当に。もう二度と来ないでしょ。いやいや、なんでそんな。焼酎も500円でいいじゃないですか。あ、そうです。安いですよ、400円。500円って安いっしょ。安いっすよ。お母さんがもっと楽になるように。ああ、全然違う。それで文句言うやつなんて、ね、どうせいらないですから。いや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 、それも絶対に、そう、それもお客じゃないです。それより続けてほしいと思って。そういうことです。でも今日は本当に山口を満喫しましたね。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。でもそのメゾンアールのオーナーが言ってたのは、このラーメンというのは一番梅っぽい、梅のラーメンっぽい。私ね、仕事って聞いたことがなかったんですか、うん、聞いてることは聞いてたんですか。まさかシェフとは思わなかった。え、もういいですか、うん、ちょっとじゃあ、一杯食べれます。はい、僕も食べるよ。僕もラーメン食べたい。あ、じゃあスタート作ります。はい、ラーメンお願いします。来た、問題系 YouTuber、 あのチャレンジ系です。チャレンジ系、綺麗に言うと、自分にこの前は楽しかったよね。これって出汁は豚骨だけですか。鶏も鶏と野菜ですね。あ、やっぱり豚骨は使わないと、うん、うん、程よいとろみがあっていいですね。どんな後の人が多かったか、うん、確かに。ちょっと境界線立つみたいなやつだよね。プレミアムだ。これが上ラーメンか。で、これ普通のラーメンチャーシュー3枚も入ってるじゃないですか。4枚ですか。あ、半分に切ったり、うん、まんまるじゃない。これは締めに、締めに食べたいですね。YouTube あれ、ムスの目を見てた、あの岡田斗司夫、
超詳しいじゃないですか。あ、岡田敏夫。岡田敏夫面白いですね。面白いね。全然わからん。哲学っすよね。哲学的な思考で。なんでも。へえ。ボケない。うん、あお仕事してるのが一番ボケないです絶対ボケました、うん、そうなんだ現場上がったらもうボケますよ旦那さん、まあ、まだ若いから大丈夫です主人がそれですそうですよね、ねそう遊ぶ気満々で、うん、ここ休んだけどもうね半分ボケ仕事してないと緊張感なくなると絶対ボケますから楽しいじゃないですかそうですよ私も言いたらこのね素敵な3人としか出れないですし、はじめ主人がラーメンやるって言って、いいと思ってあ、いきなりですか？いきなりですよ。主人の実家がお寺で幼稚園なんですよ。お寺なんですか？幼稚園手伝いよ、私は。ラーメン屋を。ああで、娘は娘で、おしゃれな喫茶店とかやったらいいけど、ラーメン屋。お母さん、絶対誰も言わんでいいよ。喫茶店だったら、続いたらどうかわかんないですね。わからない。うん、ラーメン屋だからを続いてると思いますそうそうそうこれね、やっぱ飲んだ後に食べたくなりますね、うん、はい、うん、程よいこってり感、もうラーメン作るのもめちゃくちゃ大変じゃないですかいやねラーメンってバランスだから大変ですよ味のバランスだからそうなんです難しいだからある人はある人はおいしいうんいつもと違うからねうん食べれてよかったThank you.